ディルドーはカナダのニューファンドランドラブラドール州のニューファンドランド島にある未法人化地域である。州都であるセントジョンズから6 0トルほど西に行ったトリニティ湾の入り江の南東にある。近郊にはサウスディルドーというやはり地方自治体に属さない集落がある。ディルドーはその名前のためにはある意味でよく知られている。トリニティ湾と中央のディルドー島、右手には ディルドアームがあるディルドーという名前は少なくとも1711年からこの場所に使われていたことが確認されている。しかしその由来については不明であり、ディルドーという言葉それ自体の起源についてもよくわかっていない。かつてはオールの軸受けとしてボートの円に固定する弾痕の形をした棒を指す言葉として使われてきた。すでに16世紀には 弾痕に見立てた道具を念頭に、ディルドをガラスのように円筒状のものを刺していったり、男性を、下げ済むか、罵,るための罵倒の言葉として使われたほか、バラットのリフレインでもあった。この名前は当時は、ディルドと書かれていたが、元々は、現代のディルドーの町の沖合にあるディルドー島に、使われていたものである。1711年と1775年にこの、要霊が記録されており、 あとに、トリニティワンの入り江にも使われるようになった。社会学者のウィリアム・バリー・ハミルトンが注目するのは、1760年代にニューファンドランドを測量調査しているジェームズ・クックとその部下のマイクル・レインである。ハミルトンによれば、二人は訪れた場所に名前を付けるときにブラックユーモアを発揮することがよくあり、神経質な人に不快感を与えるような名前を、 平気で選んでいたという。いずれにせよ、ディルドーという名前はこの町になかなかの悪評をもたらした。20世紀に入ると町の名前を変えようというキャンペーン活動が何回か行われたが結局はうまくいかず解明は行われなかった。ディルドーのある土地は長い歴史があり、マリタイムアルカイック文化の先住民族がアンデルセンズ工部に居住していた。 紀元前2000年頃まで遡ることができる。西暦700年には、ドーセット文化の人々が、ディルドー島で暮らしていた。1613年、ディルドアームを公開するヘンリー・クロートは当時、ディルドー島に暮らしていた、ベオサックとコンタクトを取っている。ディルドーの町は18世紀後半に発見され、魚やクジラ、アザラシなどの豊富な海産物を取るために人が、住むようになった。 柔島の港、ありがとうございます。